はい。皆さん、こんにちは。モロトフです。Going Medieval Very Hard Mode でやっていきましょうか。早速ね、ニューゲームということで、サバイバルをね、選んでいきましょう。そしてね、一番難しいという、とても難しいモードですね。こちらでいきましょう。あとはね、この新たなる暮らしということで、3人のね、プレイヤーがベースのスタートでやっていこうと思いますね。そして今回ね、プレイするのはこの山岳でいきましょうか。ね、山の上。 崖のところにね、お城を作る、みたいな感じでいければなと思います。はい。ということで、開拓者はこのアクトンさんですね。建築が得意だと。あと、知性があるよというアクトンさん。そして、アベルさんですね。こちらも建築が得意で、大工仕事も得意だと。そして、動物のね、扱いも得意ですよという彼ですね。そして、イゼマナさんはですね、医者。 あとは採掘ですね。これ助かりますね。そして火事と知性ということで行きましょうか。ね。それではマップですね。今回のマップはこのようになっているよということで。うん。結構な崖がありますね。あとはここ。わ、ここすごいね。ここに作るっていうのもなんか夢がありそうですよね。裏側見ていきましょうか。こっちはどうなんでしょうか。わ、ここもいいね。 ここにしましょうかね。ここら辺からね、ガツガツ作っていくということにしましょう。我々のね、いろんな荷物がここにあるよということなので、一旦ね、荷物は全部持っていきましょうか。ここら辺にあるね、枝なんかも持ってった方がいいはずですね。ここには石があるのね。うん。今回ね、石が結構重要そうだから、石はね、拾っていきましょうか。いくつかですね。 よいしょ、よいしょ、と、こんな感じでいいかな。で、入り口をね、どこに作っていこうかな、という感じなんですけど、ここら辺どうだろうここら辺を入り口にする、みたいな感じにして、どん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 ね、作っていく、ということで行きましょうか。なかなかね、まだイメージが湧かないんですけども、多分それで良さげな気がする、ということで、ひとまずね、ストックパイル、一通りのものをね、こっちに集めるための場所をね、 確保しておきましょう。ここら辺でいいかな一旦ここら辺にガツッと確保して、ここにはね、主に食料とかね、衣服とか、基本的に腐っちゃうものをね、置こうかな、ということで、粘土と石灰石は覗きましょうか。あと覗くものってなんだろう石炭なんかも覗いておこうか。ね。そしてね、これとはストックパイルを変えて、ここら辺にね、今チェック外したものっていうのを置いていこうかなと思います。こちらですね。 全部クリアして、粘土、石灰石、そしてね、石炭ということで行きましょうか。もっともっとね、細かくやれるとは思うんですけどね。さあ、ひとまずそうしましょう。で、いろいろね、得意スキルがあるんですけど、とにかくまずはね、運搬ガンガンしてもらうという指示に出しておいた方がいいんじゃないでしょうか。さあ、ガンガン持ってってくださいと。うーん、アベルさんとイゼマナさんとアクトンさんですね。ちゃんと覚えとかなきゃね、いけないよね。 あと、ここら辺の石もあるけど、どうしようかな。全部が全部持ってけないし、狼もいますね。多分ね、うさぎと鹿なんかもいるんだと思います。場所としてはどこにね、拠点を築くか、まだなかなか決めきれてないけど、多分ここら辺に築くのがいいのかもしれないですね。ちょっと止めて、いろいろね、細かく作っていきましょうか。ね。そうしましょう。 ええと、多分、スペースとしては、ここに床をまず貼ると。そうするとね、広いスペースが取れるんじゃないのかな。例えばですけど、こんな感じにひとまず貼っておきましょうか。そうすると、ここはね、スペースがいいですよね。ちょっとこれ邪魔だから切っちゃうそれとも、モードを変えましょうか。木をね、見せないモードにしとけばいいか。よしよしよし、こんな感じか。うんうん。そしたらば、ここを入り口として、こういう感じで入り口として、 ここに拠点を配置していきましょうか。ちょっとスピードが速すぎるかな。こんな感じで拠点をガン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 配置していきましょう。よいしょ。よいしょ。あんまりね、最初広すぎてもしょうがないので、ひとまずこんなもんにしとこうかな。で、こっち側は悩むなこれちょっと悩むなまあいいや、一旦こんな感じにしとこうか。ね。こういう感じにしときましょう。よいしょと。はい。 そして、コンコンコンと床をね、ちゃんと張ってくださいと。で、そろそろ分業しましょうか。建築が得意な人が二人いますよということで、二人ね、割り振りしときましょう。あとの一人に関しては、採掘が得意だけど、まだね、採掘が必要なさそうなので、一旦ね、運搬1にしときましょうね。よしよし。 さあ、ガン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 とにかくやっちゃってください。あとね、ベッドを置かなきゃいけないですよね。最低限の必需品置いときましょう。まずはね、藁のベッドですね。藁のベッドはここにね、仲良く3つ置きますと。そして、食事するための台ですね。ここら辺に置いとこうか。ね、スツール、ポツ,ポツポツポツと置いときましょう。あとは、あとは置いとくべきものとしては、バックギャモン置いときましょうかね。 娯楽用です。ということで、どこら辺に置けばいいんだろう。ここら辺にコツンと置いてみようか。ね。あとはですね、置くべきものとしては、研究台を置きたい。ということで、ここにコツンと置こうかな。研究台。そして、焚き火ですね。料理なんかも必要となるので、置いときましょう。ここら辺に置いときましょう。よいしょと。 そして肉切り解体ということで、これもね、ぜひ置いときたいんですけども、スペースがなかなかないな。肉切り解体はね、この場ではやめときましょうか。ね。よし、よし、よし。そしたら扉もでき始めたぞ。ということで、この木が若干邪魔なので切り倒しちゃいますか。よいしょと、こんな感じですね。 あと、食料なんかこのままだとずっとね、腐っちゃうんですよね。それが結構問題なんだよな。地下をね、ちょっと掘っていきましょう。ここら辺に3つね、穴を開けて下にね、向かうということで、一部のね、部屋は地下にね、今回は設定するということでいいと思いますね。 あとね、この上に行けるスロープを利用して、屋根にね、登れるようにしちゃいましょうか。そうした場合はちょっとね、考えなきゃいけないですけど、こんな感じにして、ここにね、えっ、ー、と、もう一個壁を設置するということで、どうでしょう。こんな感じ。あとはね、ここら辺もちょっと塞ぐということで、スペースを置きましょうか。よしよしよし。そしたら、研究早速やってもらいたいですね。序盤は多分ね、研究がめちゃくちゃ重要だと。 思うんですよ。なので、建築が得意じゃない方を先にね、研究に回すということで、こっちがいいですね。よしよしよし。これで行きましょう。そしたらば一人ね、彼の名前はアクトンさんですね。アクトンさんが研究に進むということですね。そして、イゼマナさんがどん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 建築をして、研究ができるようになりましたよということで、これでね、天井の支えがね、できるようになりました。 早速これをね、引いていきましょうか。なぜなら我々ね、天井の支えが重要だからですね。ここに置いて、ここにも置いて、なんだったらここにも一応ね、置いときましょう。あとは上に天井をね、かぶせちゃいましょう。こんな感じでかぶせちゃえばいいかな。よしと。ね。そしてここも一応かぶせておきます。よいしょと。そしてそろそろね、掘りを始めてもらいましょうか。掘り1に変えますということで、運搬は3に変えておきましょうか。 よしよしよし。さあ、物は腐らないか若干心配ですけども、キャベツ見ていこうか。うん。3日後に腐るよーと書いてあるか。そうかそうか。ちょっと慎重にならないといけないですね。伊勢マラさん、急いでください。よろしくお願いします。だん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 ね、我々の鳥でっぽくなりましたね。さあ、現在はね、23時ということで、スケジュールをちょっと調整していきましょうか。8時から夜の8時までね、 働くというブラックな感じでいきましょうか。そして自由時間はね、後半に設けるということでいきましょう。ここは指定してないと書いてあるけど、ここはね、睡眠にしておきましょうか。なんだったら1時間分だけね、自由時間を与えるよということにしておきましょう。はい、ということで現在ね、春の3日目、朝の8時ですね。 ここに扉をね、設置してたんですけど、そうするとね、うまくね、人がここを通らないっていうことが分かったんで、急遽ね、扉を崩しました。で、扉はね、下の方に作ろうかなと思います。例えばこんな感じで、ここにね、設置すればいいと思うので、一旦ここにね、設置するようにしときましょう。こんな感じかな。で、上もね、えー、こういう柱でね、囲っていきましょう。どんどんやっていきますよ。こんな感じでいいでしょう。だんだんね、雰囲気が出てきましたね。 よしよし。これで行くぞ。よいしょっと。はい。ということで、今回はね、ここまでにしようと思います。次回はね、食料庫早々にね、作っていった方がいいかなと思いますね。続きはね、見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。 To New York City, take my hand and see—Manhattan never looked so pretty.